元祖麻婆チャンネル。今回は鷹匠町の後藤家のお家の中で行われます重陽の節句を皆様方にお伝えいたします。さあどうぞ。館長はもうお年は何歳になられましたもう来年の4月で8080、いや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 、この階段をスッスッスッとね、元気ですね。いやこちらはあれは洋風ですね。洋風の、おお、あの市松人形さんが送った洋風の人形が帰ってきたと、幸運が帰ってくるわけですね。ああなるほど、それの模したんですね。はい、これ歴史を感じますよね。そしてあの出会いというかですね、いろんなものを感じさせます。ね、交わりとか、はい、国と国の交わりとかですね、はい、とこちらの方には、絵もありますけど、この絵はですね、昔からここにあるんですよ。短冊に書いてあるね。短冊に書いた絵、おお、立派な絵ですね。こういうのはね、あんまり見当たらんとですよ。はいはい、この辺でも、こういうところだから昔から残ってるね。はあ、やっぱり日本のところ、こういうのね、日本国の絵ですよね。やっぱり我々の先代の先輩方も絵を描く才能のあられる方が、いらっしゃったと。ですね。ね、もう僕が知ってるのはピカソとかなんかああいう感じの人が絵描きさんかと思う。やっぱり日本にもいらっしゃったんですよね。ね、そういう、もう著名な有志の方、こうやって眺めるだけで歴史を感じ、それから時代背景を感じつつ、これもそうですね。これもですね、絵はがき、絵はがき、見事な絵ですね。昭和大正の絵はがき、見事な、素晴らしい。これが残っているのは、この近辺では、宮城県内では後藤家しかないと思うんです。ですよね。後藤家の、歴史を感じさせる。しかもほら、あの戦時中に、やられたところで見なくなっちゃった。はい。というのが、敵が来てですね、はい、あの敵が一回ここに機銃を装置する。はい。その後あるけども、その後も枕を持っとしてないんです。はあ。やっぱり、ね、有名な家だなと思って、だから京都とか奈良とか、アメリカ軍が何の焼け野原になっちゃうんでしょ、大変だっちゃうでしょ。それと一緒、まあ、地方に行ってもこういうとこ屋根上から見てもよかったですよね。ああですよね。こういうさえというそういうのがあったんじゃないかと思います。で、まあ、ずっとこう見ていきますと、これは帯を使った、帯を使ってお人形をあしらえてる、 おひなさまをあしらえてる。はいはい、はい、こう昨年を雨音、なんて書いてあるんですかね、難しいですか。百年の雨音繰り立て、日の宮で、栗山総合さんという人が、さっき言った、はいはい、人が作った。素晴らしい作品ですね。帯も、帯を備えます。帯もこんな風にこう、そうですな、日本人というのは、その、頭がいいんですよね。頭がいいですね。ね、素晴らしい。上からずっと来まして、まあ、織物もこう着物ですけど、ね、こういう昔の着物を、はい、もうこの辺りもったいないんですよ。こういうの着物があるというところは、なんか、これはそういう人だから、はい、持ってたと思うんだね。昔のお茶の先生もあるし。素晴らしい。うん、はい。でもう向こうにはあの向こうですね、これは何でしょう。これはですね、海原なんですよ。海原、大海原、はあはあはあ、ね、海原に船を交わしたり、はい、いろんなことをしてこう景色を作ってる。はい、でこのお大様がこの国家に似ているという想像。なるほど。あの御仏様が、はい、似ているというその想像なんですね。はなるほどなるほど、それを形にこう表してくださってるのがこの部屋なんですね。見事な、見事ですね。ようでこういう船もあったんだと思うんですよ。これはですね、高橋さんが作ったんですよ。もうですね、
ほう。高城の温泉ができたんです。平成11年。はい。高城の桜花子でね、うん、方が作って、はい、これを温泉に飾ろうして持ってきてくれた。ああ、手作り。手作り、手作り。これ高城の方が作った。ですか。見事な船ですね。それで、これもらって、それもらって、温泉に飾ったんですよ。はあ、温泉からですね、あの糸が釣れたりさして、うん、釣れたん、今度はもうよかがもう一回やってるんですか、しかも二文だから、はい、もう一回やって、彼女のパンちゃんと貼ってもらって、そして私のところもらったの。あで、ここまで。はいはい、もうここに来るといろんな歴史、うん、それから、ね、いろんな文化を一目で感じることができます。そうですね、はい。で、あそこの文字、あ、見事な達筆な、達筆だけども、うん、これやらこれやらですね、うん、我々には分からんですが、うん、うん、ね、この書いた人がどういう人だったのか、はい、あるいはこれね、こういう字はどういう意味なのかしら、うんうん、なかなか難しい。はあ、そういうのをこう知る、勉強して探して答えを見つけるのも楽しみの一つですね。うんうん、ああ、これまたこれ、ね、どのような、まあこれは何でしょうかね。もう博多人形とは違うしですね。あら、ね、これも随分古い感じのですね。友情ともないのだけど、ね、ああ、よくこの人形も残ってましたね。何百年ぐらい経つんでしょうか。そうね、あ、こちらもですね、あ、立派なものが展示してあります。はい、ずっと並べたんでしょうけど、はい、こうして並べると見るね、はい、価値がありますよね。そうですよね。本当に痛み、うん、この歴史を感じ、うん、だから時代を感じますよね。綺麗に並べてあると、うん、あの日本にないようなものも置いてあるから、そうそうそう、あ、この方は外国に行ったんだろうなとか、はい、いろいろ想像できますよね。いっぱいいろんなものが展示してありました。いい勉強になりましたね。徴用の節句をお届けいたしました。それでは元祖麻婆チャンネル、またさよなら。